はい、トールです。86の4話を見ましたので、その感想を共有していきたいと思います。自分はアニメのみの視点で見ていて原作は知らないので、まあ言ったらこう勝手な感想になりますので、その点ご了承ください。はい。まずですね、やっぱり今回の話が何かっていうと、まあ、レイナは何か大きな思いを持ってぶつかることができたわけではないわけです。で、みんなもそれを認めたわけではないわけですね。ただ結局やっぱりレイナが今回逃げなかったとそういう話だったのかなというふうには思いましたね、少なくとも逃げなかったことに関しては、みんな評価してもらえたとね、そういう流れなのかなと思って、分かりやすく結論みたいなところとか指針を出すんじゃなくて、じっくりやっていこうっていうこの作品性がね、見れてよかったと思います。それぞれのね、一人一人の名前を確認していくところの、描写なんかも演出的になかなか、粋な演出などが、入っていたので、後でちょっと触れようと思いますが、ともあれですね、86たちには基本的に拒否をされ叩きつけられ、自分の無自覚さとね、結局は同じやっていうところをね叩きつけられてですね、そしてそれ自身に関してですね、友人にもね諭されてですね、向いてないよって言われるところで、お父さんの気持ちを受け継いで、心の支えにはしてるんだけど、それはやっぱり冷静に考えるとお父さんもまた今のレイナと同じだったということですよね。はい、危険に対する意識とかがなくて、結局高みの見物を決めていることの自覚がね、足りなかったっていう、そういう部分です。これが言ったらセオンとかの体調とは全然違う、ところですよね。はい、これはそのおじさんの考え方なので、これが絶対ではないと思うんですけど、少なくとも今のレイナに対してはね、ものすごく刺さる言葉だったんだろうなと、思いました。そんなわけでですね、86側からもがっつり拒否されつつ、自分自身の中にもですね、信じていたものが砕けつつ、でもこのその腐った社会の中に自分も当然腐っていることの自覚とともにこう襲ってくるね、ところですね、でも逃げなかったレイナだよっていう、そういうところですね。はい、落ちるとこまでね、なんかこう精神的に落ちているんだけど、でもこのままで終わりたくないよって、卑怯者であることは自覚した、理解したってね。でも卑怯のもののままではいたくないっていうところの、答えを、少なくとも86たちはその部分だけは認めてくれたというね、そういう形かもしれません。はい、少しずつではあるんですけど、確かな手応えを感じる、そんな4話だったと思います。3話からのつながりとしてはね、非常に良いものだったんじゃないでしょうかね。はい、無知で愚かな状態、であったというね、そういうところですね。これはレイナがどんな、志を持っているのかとか、父親の影響やったっていうところはね、だんだん見えてはきたんですけど、やはりこの心の強さみたいなところはですね、まだまだ底が知れない感じが、ありますので、今後見ていきたいなと思いましたね。はい、そして、やっぱりこのその怒りをぶつけた後のセオが、ごめんかいえって言ってるところは良かったですよね。はい、ずっと溜まっていた思いがですね、あの場所においてはね、寄り添ってるような顔で言われたくないんだよっていう怒りが爆発したのはすごくわかるんだけど、でもそれは逆にそれでこのタイミングで少佐を責めることは、カイエの使用を出しにしてね、苛立ちをレイナにぶつけてる形になってきますので、それはみんなの思いとは反する部分ですよね。はい、それを前回自分がね、少佐にぶつけた言葉が返ってきてるわけなんですけどね。そういう意味で、君の死を怪我したって言ってたんですけど、これとともに、なんていうか、結局、カイエは自分の思いを、ある程度噛み砕きつつも、で、自分の中でね、収まらない思いも割り切れない思いもあるけど、それでも、ハンドラ1に対して告げた言葉っていうのがあったわけじゃないですか。その点であって建前であったとしても、カイエは前回少佐に寄り添った言葉をかけたわけですよ。で、そこを結局やっぱりぶち壊してしまう言葉にもなっていたっていう意味で言うと、やっぱりこれはここでちゃんとごめんカイネって言える、セオはなかなか好感が持てる感じにはなってきますね。はい、
そして、今回の話を知ればですね、あ、つまり、高みの見物をしていない、そういったアルバを知っていたからこそ、余計自分の中の思いが強くなって爆発したんだろうなってね、それは非常によくわかるというか、動線としてすごく、綺麗になるところだと思いました。最終的に、そんな背をですね、みんなが見守る形でね、いてくれてるところもすごく良かったですし、あと、なんか自分がいいな演出やなと思ったのは、セオもなんていうかこうそのレイナのことをあの話を聞きながら、こんな人かなって思ってこう顔を描いてたりしたじゃないですか、まあ、白豚の、顔やったりしたんですけど、これって、まあ、実はあのレイナも同じことをしてて、これ多分カイエだと思うんですよね、うん、なんかカイエのイメージで、レイナが描いた似顔絵だと思うんですよね。で今回みんなの名前を、描いた時にその手帳のこのページ開いていたんですよね。これ3話であの話しながら確かカイエと話をするタイミングに、こんな顔かなと思ってイメージを描いたんやと思うんですよ。なんかその前に猫とか描いてましたからね。はい、怒ってね出ていった猫はあれは猫じゃないんですけど、まあまあ、それは置いといてですね、そんな感じの演出がちょっと良くてね、こういうちょっとした演出いいですよね。うん、まあ、だからこそ二人がね、気持ちを通わせられるようになるかっていうのはそういう話ではないんだけど、こういうところをこう差し込んでくるっていう意味では、ちょっと、理解は深まったんじゃないかなっていうところですね。そしてやっぱね、寄り添うみんなの様子もいいんですよ。やっぱり、もう絶望的な状況であるからこそ、せめてその仲間内に関しては温かい世界でいようっていうね、そういう意識があるんだと思いますね。はい、この点はあの戦い以外の場所に関しては実は結構いろんなものが恵まれている86であるからこそできているリアリティだなと個人的には思っています。例えばこれで食べ物がなかったり住む場所が全然満たされていなかったり娯楽が全然なかったりする、とですね、それはそれでこういう関係性にはなれないのかなと思うんですけど、まあ、逆説的に言うと極限状態だからこそそういうものにをやってスポーツにね打ち込んだりだとかですね、趣味や娯楽に熱中しないとやっていけないっていうところは逆説的にあるとは思うんですけど、とはいえですね、みんなの関係はとてもいい、特にまあ今回真の内面がちょこちょこっとね、書かれていて、セオが落ち込んでることも気にしてる様子に、なっていましたね。本を読まずにですね、セオのことを気にしていましたからね。他にも周りのみんながまあ、元気づけて、くれるところとかね、この距離感もなかなかいい感じですよね。はい、ボタンを直してくれる、分とかも良かったとは思います。はい、でもまあ、羨ましいって言ってくれるところもちょっとね救いになってきますよね。私にはそういう人はいなかったからってね、言っているところ、いいと思いました。まあ他にもみんなも結構自分の内面を、結局こうそのリーナに対して言ってくれる、告げてくれる、ライデンが謝ってくれたところもそうなんですけど、こういう部分がいいですよね。はい、そういったところでですね、みんなのこう温かさをこう受けながら、で真の内面もちょっと分かってっていうところのね、描き方は良かったと思います。カイエの機体がぶっ飛んだ時に、ついていたねあのマークが本当にそういう形だったし、あこれ桜やったんやってね、なったりはします。カイエの機体を、ちゃんと引き継いでですね、まあみんながシンが連れて行ってくれるからってね言っていたのはそういうことだったのかっていうところがつながりましたし、逆に今までのハンドラー1を潰していたのはどうやっていたんだろうっていうのは未だに分からないところではありますよね。ともあれ、みんながこうね、通信がつながった時にですね、こういうフォーメーションになっていたのもね良かったですよね。はい、まあ今までの、状況とはちょっと違うんですよね。娯楽をしながら適当に、まあそれぞれがレイナの相手をしている、そういう感じではなく、ちゃんとレイナの言葉を聞こうっていうのを含めて、これみんなレイナのところに気持ち向けてるんじゃなくてセオの方に心をちゃんと、ね、向けてくれてるところ、よかったですね。はい、非常にいい仲間だなと思いましたし、でもこの温かさにはその危機感のなさじゃなくて危機的な状況、絶望的な状況だからこそのね、リアリティがあるなと思いました。皆さんの感想もね教えていただければと思いますね。
あとですね、今回まあ決定的というか、窓際のね花がねやっぱりね復活してましたね、これはちゃんと復活しなきゃいけないところでは、あるんですが、何かっていうと、まあこれは単純にですね、敬礼をしていたところからですね、2話3話はですね、途中から花がねなくなってるんですよね。はい、まあ理由としてはなんか多分花が古くなったからとかそういう理由がねあるのかなと思うんですけど、それに対して無頓着になっていた、レイナはですね、空の方を見てるんですよ、花じゃなくてね、外の空、夜空の方を見ていて、言ったらこう流れ星のね話とかを聞いている時にね、その思いを馳せている。で、空の元に我々は仲間だってね、そういう意識を持っていたんだと思う。同じ空を見上げてるんだっていうね意識を持っていたんだと思うんですけど、つまり、花の方には意識が向いていなかった、レイナがちょっと気持ちを変えなきゃいけないというかね、自分の盲点に気づいたところではありますね。おそらくこれは、お父さん、死んだお父さんに対する、敬礼であったんだとは思いますけど、今回に関してはですね、これはカイエに対する手向けのね、手向けですかね、の意味もあるのかなというふうに、思ってですね、やっぱりこの描写が復活したことは、嬉しかったなと思いましたね。はい、自分も何回かね花の描写触れていたんですけど、良かったと思います。結局でもその父親に対するね、父親の危機感のなさとか実感のなさっていうのを、尊敬していた父親のね、ことをですね、おじさんに否定される流れっていうのはなかなかシビアなものがあるでしょうね。はい、あとですね、プリンの有無に関しては、ここはむしろなんかちょっと希望の持てる話かなとは思ったんですけど、まあつまり、まあ友人がですね、話をしてる時にですね、はい、ハネットが、こっちにプリンがあって向こうにはないっていうね、そういう世界で生きてるんだっていうところ、名前がないこともちゃんと、まあ後にシンが言っていますけどね、名前なんか一個一個覚えていることなんてね、そんなんしんどすぎるしね、できることじゃないってね、我々が戦場に向かえるわけじゃないってね、だからこれでいいんだっていうことをね、言い切ってくれてるわけですよ。で、それ自体はどうしようもなく正しいわけですね。はい、ただこの時に忠告にね、耳を傾けなかった、レイナがどうなっていくのかっていうのは多分、次回のタイトルにもねつながってくるんだろうなと、いうふうに思ってるんですけど、個人的にはこれまさになんかこう同じ表現が結構たくさんあるんですよね。お父さんが実際の戦地に赴かないと現状わからないよっていうね、ニュースでは、全然わからないよっていうところ、ニュースでは死者ゼロ人って言ってるところが、実際はそうなってないんだよっていうところを、書いているところ、そして、実際に今回名前を聞いた、ね、ほらここ、多分これカイエだと思うんですよね。名前を聞いた、リーナがですね、この墓地に行ってる、ね、戦没者のね、霊に行ってるところも、改めてちょっとお父さんへの思いがあったりやとかしたんだと思いますし、ここで話を聞くのが我々86には、墓がないからみたいなね、そういう話を聞いたのもなかなかこうね、つながってる、表現なんだなとは思いましたけど、ともあれね、決定的にこのプリンの描写には欠陥があって、このプリンの描写だけは多分違うと思うんですよね。おそらく86側にもプリンあると思うんですよ。で、それを、ハネットは知らないですね。多分プリンよりもいいものあるんですよ。生の卵を作ったプリンに多分生クリームとか、それから前回作っていたベリージャムとかがついてるようなアラモード的なものを、しかもフルーツも本物のフルーツが上にトッピングされるってね、チェリーも多分あると思うんですね。そういうものなんだとするとですね、この認識は間違ってるし、この認識の間違いは何で生まれたかっていうと、実際の86側のことをやっぱり見えていない、知らないからっていうね、そういうところなのかなというふうに思うと、もしかしたら、この表現をですね、悲劇のためのですね、布石、伏線でもあるようにも見えて、何かの突破口をね、切り開いてくれる表現なのかもしれないなとね、ちょっと面白かった、もうちょっと面白く思いましたね。はい、ともあれ現状は、間違いなく、まあその、レイナは卑怯者であり続ける方がおそらくレイナにとっては良かったと思うし、名前は聞かないままの方が本当はね、良かったわけですよ。はい、つまり地獄に足を踏み入れてる、レイナの話にはなってきますけど、そこをまあ
AD6 側はしっかりと理解したからこそね、その部分だけは認めてくれたっていうね、そういう、部分なのかなと思いましたね。はい、卑怯者のままでは痛くないっていうね、これは間違いなく、レイナの意思になってきますからね。はい、僕レイナとリーナがね一回混ざってしまうんでね、ちょっとね言い方がちょっとずれたらごめんなさいね。はい、ともあれですね、今回特にやっぱり自分は良かったなと思ったのが、まあ真の思いが聞けたっていうところですよね。ハンドラーとね、アンダーテイカー側で、それぞれの気持ちがちょっとだけね、聞けたっていうところも良かったと思うんですけど、まあその副リーダーとしてね、ライデンが謝ってくれたとこすごい良かったと思うんですよね。ここがなかったらやっぱり今回の話はちょっとなーなーに見えてくるというか、その大事な部分が抑えられていない、形になったんだけど、そこをちゃんとライデンがね埋めてくれるところですね、素晴らしかったと思いますね。究極のところあんたがこっちにね来ていない限りですね、そこは俺たちはね分かり合うこともできないし、仲間になることも絶対にできないっていうところですよね。ただし謝る、このね謝るとこなんですよ、ポイントはね。自分たちもまたそうやってその少なくともレイナの気持ちに対してはバカにしながらですね、まあいい加減な気持ちで思っていたし、でもそれはやはり下品な行為やと、少なくとも相手が自分は卑怯のまま、もののままで言いたくないから名前を教えてくださいって言われた言葉に対しては自分たちの、下品だった部分に関しては謝るのが筋だなっていうところをねライデンがやったんですよね。それ以降の流れがねガツッと決まった感じがあってね、よかったなと思いましたね。はい、そんな感じですね。認める部分は認めるけどね、分かり合えないところの線だけはちゃんとね、示させてもらうぜっていうね言ってくれたところ最高に良かったですし、で、そういうわけで再びこう86側とですね、レイナがつながったっていうところなんですけど、これも好きで、レイナが真に個人で個通というかね個人通話を、飛ばしたところの話があったんですけど、そこも間違いなくね良かった描写なんですけどね、その後にみんなにつなぎますって言われて、みんなにつながったところでエンディング入るんですよね。これすごい良かったですよね。なんていうか、ここでみんなと、まあ、レイナがつながったっていうところで、そのシーンで、多分、そのタイミングでつながっている全キャストの、名前が出てくるんですよ。本当の名前が出てくるわけですよね、全キャストのね。いや、なんかこの演出はなかなか、いいものがあったなと思って、あの空間におけるつながっていたメンバー全員のね、名前が出てくる。もちろん、声優さんがね、喋らなかった場合は、名前は出てないんですけどね、ともあれ、なんかそういうところを意図、させるようなタイミングのね、エンディングの入りっていうのは良かったと思いますし、はい、アンダーテイカーと喋ってる時とはちょっと違うね、そんな感じの、レイナが感じられました。この演出ね良かったなと思いましたね。はい、ともあれまあ2社が再びつながった、感じになりますし、少なくとも、レイナは自分のね、まあ2話とね3話で思いっきりこうね、見せつけてくれた自分の愚かさみたいなことをね自覚したというところで、また一歩話は進んだなと思いました。他にも真のことがちょっとね、見えてきた部分を踏まえて、真のねおそらく兄貴のやり取りがね多分あると思うんですけどね、髪の毛の色ね違うんでね、実の兄じゃないのかもしれません。このあたりで、話がね進んでいくのかな、どうなのかなっていう、そんな感じになっていますので、次回もちょっとね楽しみだなと思いますね。タイトル的にはかなり不穏なものがあるんですけど、どうなんでしょうか。はい、そんなわけで、今回は86の4話の、話を共有させていただきました。皆さんのね感想や考察なんかも教えていただければ幸いです。で、一応まあアニメのみの視点でいこうと思ってますので、まあネタバレになるようなコメントをねご遠慮いただければというところと、でもまあ原作補足的なね部分はね本当にありがたくは思っていますので、はい、そちらのコメントをまあされる場合は冒頭に原作、補足など入れた後に、開業何行かね入れていただけると、まあその原作補足、例えば何かの機械に関する原作補足とかね、細かくね、入れていただいたりすると、今回ね描かれたもので、小説では細かく設定など書かれていたんだけどね、アニメによってはそこまではね表現できなかった部分などの補足も、行えるのかなというふうに思いますし、それをもってはちょっと原作も読んでみたいなと思う人もね出てくるかもしれませんので、そういった感じの、住み分けできるようにですね、ご協力いただければというふうに思います。それでは今回は以上になります。ご視聴ありがとうございました。また次回
ましたらよろしくお願いします。遠山徹でした。